DTFN バックパック 80s ダンロップオールドスクールテント、70年代80年代エベレストや極地探検には必ずといってダンロップのテントが使われたくらい山岳テントの代名詞となった世界初の吊り下げ式、開発したのはダンロップ。そんなオールドスクールな 80s テントの紹介です。 TTFN の D です。はい。ドリップ、トラベル、バックパック一つでキャンプ、街ハイク、野営、ギア、いろんなアクティビティを楽しむアマフェッショナルでスローパーキングエニートリップなチャンネルです。何かの縁でうちに来てくれたオールドスクールテント、ダンロップといえば僕が名前のあるちゃんとしたメーカーのテントで初めて使ったのもダンロップでした。こちらテント紹介していきます。まずこのダンロップのロゴ、ヒマラヤを彷彿とさせる、かっこいいですね。ここに空気穴があります。1980年代のアイテムです。入り口なんですが、この辺がすべてスナップ、そしてジップついてます。こっちもスナップ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 と、スナップで止める内はジップ、そして外、まあインナーの丈夫な方と、それからメッシュ、これがザ・メッシュ感です。もうね、当時感のメッシュ感がすごいっていう、やばいですね。そして2箇所くるくるっとロールアップすると入り口を開けれる。ダンロップ山岳用2人テントデラックス OTM3201 です。そしてダブルウォール構造になってますので、フライシート、こちらは前面というよりかはこうせり出す形ですね。そしてダンロップ、まあプロモンテもそうなんですけど、得意な構造、この吊り下げ式になっています。1箇所、2箇所、そして真ん中3箇所、これは全方向それです。フライを外して分かりやすく見ていきます。今では当たり前の吊り下げ式、モンベルや MSR、 数えきれないところが採用しています。こちらはダンロップが1971年に世界で初めて開発したものです。そして当時からこの穴に通す形、そしてこのフライシートの根元はこの下に通します。一旦前面を見ます。おお、かっこいい。サイドに回ってみましょうか。これはね、両サイドシンメトリーなので同じ状態になっています。そして逆サイド、おお、山岳テント特有のヘリテージでもね、このような入り口あります。両サイドから出入りできる。そしてこちらにも網戸付きの空気口、空気穴があります。これですね、あちらを見ると奥が抜けてると、このように、こちらはねメッシュはついてませんが、フルオープン、両サイドからエマージェンシーの時に出入りできる。だ、あちら側が雪で埋もれてしまったり崖の場合でもこちら側から出入りできると、そういう構造になっていますね。こちらも同じく上がせり出してますので、ここにハンガーをかけて服を乾かすとかタオルをかけるなんていうことができちゃいます。こちらも同じ構造になっています。ではね、ちょっと中に入ってみましょう。ピピンのアンバサダーもやっています。 TTFN セレクトの UL ギア、かわいいギアを集めて Amazon、楽天、ヤフーに飛べます。不定期にアイテム入れ替え、できるだけ最安リンクを貼っています。ぜひ一度ご覧ください。よいしょ、お邪魔しますというか僕のです。お、広いっすね。結構広いですね。これはいいです。ロゴのところのね、これ後ろ透けてます。入り口からこれはね閉じないんで、24時間換気もできますし、
ここの紐をねキュッとしてあげればこのように閉じます。なので寒い時とか雨の時とか密閉することもできます。そちらは同じ構造、こちらも全く同じになってます。ここにね紐があります。上見てみましょうか。上ですが、まあ、天井高ね結構高いんですよね。どれぐらいあるのかな、きちっとしたデータは後で入れます。真ん中にこれね吊るしたりする紐がついてまして、そしてこちらにもループがあります。こちらにもループがあります。材質はシルナイロンって呼んでいいのか、まあ透けることは透けるんですけど、オレンジの、厚めのシルナイロンになってますね。加水分解はね今のところそんなしてないですね。あと古いテント地の下はやっぱりデニールがしっかりとしてます。細部を見るとこの感じ、奥側、そして下で入り口、これはねメッシュがこう全面に効きます。ですので、まあ、虫よけに、それからフルでクローズもできると。これそしてこれ何の穴なんだろうね。こっからなんかもしかしたらちょっとエマージェンシー的なところにつながるのかな。キュッとしておきましょう、ね、ここエアーでこっちは空間全部開くと、うん、おお。でここにもあるでしょ。で広さも多分おこんな感じですよ。どうだろう、1メーター20ぐらいかな、なんか結構ありますね。ではねちょっと逆から出入りしてみましょうか。その前にダンロップ、ロゴがかっこいいですね。山岳用2人用テントデラックス OTM3201、 そしてこれがヒマラヤ山脈ですかね、アルペン、この山々があしらわれています。こちらが収納状態、試行錯誤しながらの初張り見てください。ダンロップの、ね、テントフライシートです。経年劣化というとこのゴムがね少しちょっと伸びてるかな、そのうち直さなくちゃいけないですね。入れるとクロスして、すごいなこの曲がりが、クロスさせる、そしてこうか。センターは2箇所あるから、ここ止めてここ止める、飛べる感じで吊るしていくと、よいしょ、よし、ここ止めて、こっち、こっちですね。おー、すげえ。ここっぽいんだよな。この中にちょっと、おー、入ってく。あ、そっか、これでいいんだ。お、かわいい。めっちゃかわいい、これ。ね。うわ、俺、このテントめっちゃ好き。これもわかんないですけど、ちょっと被せてみましょうか。よっ。こういうこと？どういうこと？あ、そっか、ここか。ん？ここに、こう取り付ける。うん、すげえ。ナイス、ナイスフライ。超可愛くないですか、これ。どうですか、これ。やべえ、めっちゃいい。インスタグラムもやっている TTFA の D です。リアルタイムのストーリーや、アクティビティに役立つ情報、ギア考察、YouTube とも連動したりしています。ぜひチェック&フォローよろしくお願いします。じゃあ逆にちょっとね靴持って出ましょうか。さあ楽に出れるかな。よっ、お、結構楽ですね。楽々に出れました。うん、これはいいっすわ。下にはね今回このトーレの、まあ、いわゆるタイベックシートですね、糖質防水シート、撥水シートですね、そちら引いています。今回はね砂利になってます。そしてこの辺りでねしっかりペグ打ちもすることもできますし、この中からねこっから引っ張ってやる、こっから引っ張ってやることもできます。
どうですかこれ、皆さん欲しくなったんじゃないですか。正真正銘 80s、 ヒマラヤをガンガン攻めてる局所局地のダンロップというイメージがついたのがこの頃のテントですね。これよりもうちょっと前なんですけど、吊り下げ式テントのパイオニア、ダンロップのテントでした。大きさは実測縦横 120×200、 高さ 100cm、 重さ収納サック入りで 2.52kg、 一人で使うには余裕のサイズ、当時物としてもかなり軽量だと思います。なお70年代から現代まで基本構造やデザインほぼ変わらず作り続けられており、僕の持っている年代前後でも金具が違ったり、フライが全面だったり、プラスチックになったり、メッシュが違ったりなかったりと、コンプリートできないくらい変わっています。こちらは破れやほつれ、穴開き、ジップトラブルなど一切なく、かなりいいコンディションです。よく悩まされる加水分解もほぼなく、大変状態の良いもの。翌日雨に降られましたが、撥水性能も良く、内部に染みてくることもありませんでした。今後こちらの膜は車で行ったりと、少し余裕のある時に楽しみながら大事に使っていこうと思います。トリップトラベラー TTFN でした。